声優の小倉優衣が前拒否靭帯損傷2度の診断を受け、22日23日開催のウマ娘イベントはパフォーマンスを制限することが所属事務所より発表された。所属事務所は小倉ただウマ娘プリティダービーフィスイベント AREMA ツアーゴービヨンドニューゲート公演におけるパフォーマンス制限についてのお知らせとし、小倉優衣につきまして、先日移動中に転倒した際足首を痛め、病院で診察を受けた結果、前拒否靭帯損傷2度と診断されましたと報告。